前回のカズからカズさんどうしても気になっていることがあった。そう、ガーディアンをネザーの世界に送ることだ。捕まえるところでめちゃめちゃ苦労したけど、なんとか輸送は完了。飛び跳ねてどっか行きました。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。あー疲れた。前回はいや、ほんとガーディアン捕まえるのって大変。いやでもね、前回有言実行というか、なんか ポロポロしててんだ。かわいいなー。まあまあ前回は有言実行、しっかり やり遂げることはできてよかったよ。検証はできた。またね、ネザーの世界で、ガーディアンたちの住みやすい世界を作るのも楽しいのかもしれません。まあそんで、本日は企画でございますよね。やっぱリクエストがね、もう日々来ておりまして、こちらですね。なんか最近村の中をちまちまつまんないから冒険しようよ。だよねー。いやーもうカズポコクラとか、まあいろいろ冒険してたけど、こっちの本編じゃね、冒険してない。やっぱね、このカズクラの戦う姿、まあそれを見たい視聴者さんも多くいるの分かっております。というわけで本日久々にね、まあ冒険行こうとは思ってんだけども、またいろいろ装備整えようと思ってさ、ほんで、これ、これカボチャ製造機のやつね、カボチャ製造機。いやこれ意外にね、溜まってんですよ。あったあった、これだ。あ、すごっ。めっちゃ何スタックもあるんだけど、これ。ちょっと待って、待って、待って。まあ、いっか、こんなもんで。攻撃してこよう。まあ、幸い、村人さんもね、いっぱいいるからね、あっちの方に。あら。よいしょ。どうだ、カズパの方ではどうかなってるかね。いやー、皆さん。ちょっと待って、待って、めっちゃ増えてね。らいことになってね、これ。うわー、すごいなー。あ、じゃあ農家さん探そう。釣り人でしょう。釣り人、肉屋。あれ農家さんいる？こん中ぐらいに羊飼い。あ、いたいた、農民さん。あ、じゃあちょろっと交換会しよう、交換会。あ、いいねー。よいしょ。光った。ちょっと待って、一緒な顔がいっぱいあって、どこ行ったお前。わかんなくなっちゃったわ。あ、これ9つでカボチャいけんだ。あ、めっちゃいいやん。めっちゃ溜まるやん。あ、カボチャいいね、これ。まあ、とにかく、じゃんじゃん攻撃してこ。ああ、どこ行った、農民。もうわかんない。ああ、まずは寝ないといけないよな。ちょ、待ってな。寝てくるわ、ちょっと。あ、たまにあっちの方で、あ、こくぐってみよう。ピックマンはまだ湧いてないね。まあ、いっか、どうでも。あった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 。発見発見。でしょ。ぽい。はあ、よく寝たー。さあ、頑張るぞー。いやもう1スタックエメラルド手に入れちゃったなぁ。いやこれがもっともっと農場の方頑張ろう。こっちのみんな元気やってるか、落ち着いたか、そろそろみんな。あ、っていうかさ、待て、よく考えたらここだよな。こん中にいるわ絶対の。あ、いた。えい、めっちゃいただけた。ほんであとはシソさんとこだな。あ、この新型も早く下の方完成させないとな。また裏倉で頑張るよ。いや、この新型結構コンパクトだから俺気に入ってんだけどね。今回必要なのが、修繕。ちょっと一個本もらうね。あった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 。あ、高いね、結構。渋いね。まあいいけど。他には、ダメージ増加5はあるから、あ、でもこっちの方がコスト安いかもしんないな、今。いろんな、ね、ノックバックとかついてこない方がいいかもしんないもんね、これ。あ、これやめよう。あ、いいね、いい。あ、高っ。55もかかんの、これ。持ってない。あ、安い。めっちゃぼったってんな、さっきのやつ。あ、今でいいや。よし、オッケー、牧場。さあ、やってまいりましたよ。この本もいらない。ほんなら、今回冒険はね、このダメージ増加の方で参りたいなと思います。あ、たった6。いいね。あ、耐久ってなかったっけ？待て。ちょ、待って、耐久の始祖さんって、あれ？耐久は？あ、ないんだ、まだ耐久。いや、これちょっと頑張らないといけないね、まだまだ。新しい始祖さん探して頑張ろう。さあ、到着だ。な、普通に修繕つけて、シンプルイズベスト、カズの体験。できた。よし、預けまして。さあ、ほんならね、早速冒険に出かけようと思うんだけど、他なんか来てたかな？あ、俳句だ。カズクラ俳句。カズクラは、いい嫁持ってよかったな。いや、ほんとそれな。うん。ほんとにありがとうございます。いや、これもね、一人皆様のおかげですよ。いろんな応援、アドバイスがあったから、嫁さんと出会えたんです。あ、ほんで、あ、そうだ、冒険だから、ちょ、待って。松明も一応持ってこ。一応な。いや、今回久々の冒険編だからな。緊張するな。
まあ、下準備は結構したんだけど。あ、ほんでね、これだな。いや、ちょっと待て。やばい、いろいろ言われるわ。浮いてるって言いたいんだろ、みんな。あ、待て。ネザー送り込み装置が。やばいよな、これやばいよな。これは指摘されるわ。危ない。言われる前に直す。これがカズクラだ。あー、終わったー。あー、やり残し直すって結構いいことだな。もうなくなっただろ、これで。え、なにこれ。え、伝票細かすぎて読めない、逆に。怖い。え、あれやり残しなの。あ、ちょっと待って。やばいの見つけたわ。なんか浮いてたわ、早速、ここら辺に。よーし、これで綺麗になった。いや、ほんと、こういうの一歩ずつだよね。あー、ほんで、あ、これもだな、多分。やばいわ。移動するたんびに、なんかいろんなもの見つけてしまうんだけど、これもだし、スライムブロックなんか落ちてるし、これもだよな。ほんで、これもだよな。今、この仕掛けいらないもんな、絶対に。怖い。いろいろボロが、ちょっと待って、ここにも。いや、ボロ出すぎだろ、お前。いや、これから頑張るから、ほんとに。待って、片付けよう。冒険の前に余計なものいっぱい持ってる場合じゃないよ。いや、いつも仕分け機に適当にぶっ込んでんだけど、仕分けできないやつもね、まだ完全じゃないから、ぽい。うん、なんかいろいろあんな。これとかちゃんとやっとこう。アクティビティレール。あ、違う、ディテクターレールか、これ。ちゃんと片付けて、さあ、冒険に出るぞ。もうちょっと食料持って。んで、冒険といえば、船。じゃあ、船じゃねえ。ベッドだ、ベッド。1ベッドちょっとお借りいたしますね。で、野宿って言われないように、ちょっとね、いろいろ住処作りながら行こうと思ってんだけど、いや、今回はね、久々の船、あれ、また船あるわ。まあ、船旅でございますね。よいしょ。さあ、じゃあ早速行きましょうか。船旅楽しいなぁ。さあ、いざ行かん。いろんな装備ちゃんとしておこう、これ。一体何が現れるかわかんないからな。さあ、どこにどんなモンスターが潜んでるのかわかんない。でも俺は行くしかないんだ。てか、夜来てるか、これ。危ないなぁ。あ、そういえば、待て。あれ忘れてた、完全にあれ忘れてたな。しまってろ。おっと、こんなところにも、待て、いろいろまずいのもんが見えた。これだよな。分かってる。ちょっと待って、俺今回あれ持ってきてんだ。いや、ちょっと、後でこれまたね、使おうと思ってたんだけどさ。まずやべえやつがね、いっぱいいらっしゃるから、ここ、しっかりとね、これ、秘密の掃除だから、しっかりきれいに埋めましょう、これ。多分、これも多分、指摘されてたような気がするよな。怖い。やり残しってほんと怖いよ。よーし、OK、牧場。あとは、こういうやつ。よし。これで大体きれいになったぞ。あー、待て、まーだやり残しいらっしゃる。ごめんね、暗くてみんな。まあ、こんなもんか。あ、ただ、前までいた、ガーディアンね。野良ガーディアンがいなくなってんな、こっから。ね、名前つけたガーディアンいたんだけどさ、どっか遠くに旅立った可能性ありだな。どこ行ったんだろう、あの野良ガーディアン。いないよね。この大海原どっか冒険しに行ったのかもしれませんね。なんだあれ、棒みたいなのがテロンって出てんだけどあれ。人工的なやつ？いや、そうでもないな、これ。人工的に伸びた棒だ。こんなことってあんのこれ。あー、違う。いや、冒険だな、楽しい冒険。久々に。いやー、楽しいよ。こうやってね、まだ見る世界にね、冒険を繰り広げるのは。まあ、ただあれだな。船乗って行こう。あ、ちょっと待って。また忘れ物してる。船でも乗ってじゃないよ。ちょっと忘れ物。これ壊して、またこんなところにも、びっくりする、本当に。よいしょ。こんで完璧だ。さあ、ではね、気を取り直していきましょう。じゃ、行ってくるぜ。いやー、ほんと星綺麗だな。ただちょっと視聴者さんにこれだとね、やっぱ青空見せたいから、どっかでちょっと寝といた方がいいかもしんないな。あ、あの島とか良さそう。よし、今日はこの島で寝ることにしよう。ただヤバめのやつがいっぱい見えるから、この我が数の体験の旅にしてくれよ。はい、よーし、全滅だ。この芝を我が島になってな。ただ、ここで普通にベッドを置いたらどうなる？野宿だらけになる。そこでどうするのかというと、多分これはだな。こうやって、屋根ね。多分こう屋根を張ることで、野宿じゃなくなるはずだ。行こう。はぁ、よく寝たぁ。さら、仮のね、ベッドを壊して、ほんでまあこれ、まあテントみたいなもんだよな。しっかりと壊して、完了だ。よーし、な、このまま。なんか見つけるまで行こう。よいしょ。さあ、ほんで、あれなんだけどなぁ。あれ、そろそろじゃなかったか。なんでもない、こっちの話。あれ、そろそろ、あれ、結構近、結構紙マップでさ、いや、近くに確か、
あれそろそろ、いや前冒険の際ね、あのエリトラ壊れたんですよ。あのこっち冒険行った時ね、うん、いろいろね段取りしてたんだけど、あれないよね。あ、見えちゃった？あの、次回からの予定地。もうそろそろ出てくるかな、これ。どうだろう、どうだろう。あれ？ブーンって、あれ？あれ、ボーンって、あれ？光景？あれ？オーンって、あれ？おーん、はい、海底神殿、海中神殿、まあまあ、どうでもいいや。はい、こちらでございますね。いや、久々だなー。いやー、またね、ちょっとこっちの方で、いろいろ、遊んでいこうと思いますよ。遊びですね。ただのクリアとかじゃなくて、遊び。いや、結構近くや、マップもね、ほら、こんだけしか離れてないからね。いや、紙マップ。いやー、よかった。ちょ、一旦こっちの方で、宿作ってから攻略って形でいいよな。多分。要するに、ここら辺、いろいろ置いて、仮の拠点を作ろう。大体分かってるから、拠点作りなんて。ただ今はね、いろいろちょっと作れないからさ。材料が乏しいなりにさ、素敵な家作ればいいんだろ。まあ、あるあるなんだけどさ、ハーフブロックを使うと、建築うまいみたいな、そういうのあるよね。本でね、これもハーフブロックを敷いて、ちょっと今ガラスがないから、待ってね、いい方法があるんだ。ほんで、ここ入り口にして、よいしょ。できたー！拠点の完成だな。で、湧き潰しでしょう。ほんで、ここにベッドを置くと、中にも一応、ちょっと、照明でも仕掛けておこうかな。完璧。これでね、ほら、お外を見渡せて、モンスターこれ入れないからね。うわぁ、いい拠点できたわー。よーし、次回からはね、この拠点をもとに、あっちの海底神殿でね、遊んでいきたいなと思います。またなんかリクエストなどあったらね、ぜひコメントの方によろしくね。それでは本日はこんなところでね、また次回お会いしましょう。バイバイ、バイバイキン。